前回までのリトルナイトメアは、ほらこっちがイノシシ野郎め。あ、壊れた。あぶねえ。え、そっち来るの。うわあ。鏡？これ。直したのか。あ、食ったし。殺意の波動プラスフォースに目覚めたよこいつ。どうも皆さんこんにちは、ワトソンでございます。それではリトルナイトメア本日もやっていきましょう。前回リトルナイトメアの方はクリアしたんですけれども、今回やっていくのはこちらダウンロードコンテンツになります。それでは早速やっていきましょう。チャプター選択、ダウンロードコンテンツ1はザ・デプス深淵というコンテンツらしいですね。こちらのチャプターになります。ちょっと早速始めていきましょう。今回主人公は6ではなくこちらの男の子だそうですね。また別の視点から見れるということで、なかなか楽しみではあるので、頑張ってプレイしていきましょう。最初の6の時同様となんか夢かな？おっと、なぜか手が伸びてきて、消えると。なんか夢落ちという点では、前の6と似たような状況ですね。でも基本操作の方は一緒ですね。で、この男の子の名前はですね、ランナウェイキッドというらしいです。なぜ6に対してランナウェイキッドっていう異名みたいなのかわかんないんですけども、おっと、追われてますね。今回はあれなのかな ?6 のいたところを辿っていくっていう感じなのかな。あ、捕まえられてますね。あの盲目の人はあんな感じで逃げ出した人を捕まえるっていう役割なのかな？さま行きましょう。あ、船の形ですね。この船のことを表しているのか。降りましょう。よいしょ。おっと、この部屋はあの6の時もありましたね。うおぉ！いるのか。さっきなんかチラッと黒い影見えるなと思ったけど、あのなんかヒルみたいなやつだったんですね。6の時はいなかったけど出てきたのかな。じゃあ逃げましょうか。よいしょ。さっきここには管理人がいたから、見つからないように、でもまだいるのかな。これはどうして下に行くのか、右に行くのか、ああ、逃げないから、普通に降りるのか。あれですね、なんか、6がいた経路となんか逆を辿っていくっていう感じなのかな、これは。あ、またありますね、なんかよくわかんない。目が。あ、なんか、いない？あそこに。いるよね。え、これどうやって行くの？あっち側に行けばいいのかな？あの女の子のところに行けばいいの？あの女の子かどうかわかんないけどさ。こんにちは。あ、逃げられた。待って。女の子な、でも懐中電灯持ってたね。このなんかランナーウェイキットはなんか、特にライターとか明かりのようなものは持ってないんですよね。でもなんでランナーウェイキットなんだろう。ランナーウェイっていうのが確か逃げるって意味だったかな。あ、ここ来ましたね。俺が間違えてここに走ってる電車を壊したところですね。逃げるキットか。これは電気通ってないから普通にここから行けるのか。なんで6の時は電気がついてて、この時はついてないのかな。時系列と違うのかな、もしかして。あ、いるね。女の子。やっぱスカートを、なんか、着るというか。よいしょ。これ引っ張ってあっちに行くのかな？ああ、この金属の擦れる音微妙に苦手ですね、私は。よいしょ。あの、を追いに行きましょうか。よいしょ。あ、ロープを通してやる。あぶねえ。あれ？でも、このロープって、6の時はもうすでにあったよね。
ってことは、時系列的には、6の前の話っていうことなのかな？多いですよね、なんか。よいしょ。6を助けるのかな？じゃあ、なんか、でも助けるようなモーションなかったしな、とこに。これは？こっち側行けない。ここを開けてもなんもない。よいしょ。あ、開かないのか。じゃあ下降りるしかないのか。怖いな、これ絶対。おーっと、水の中。下水道か何かなかな。よいしょ。まあ、パッパと行きましょうか。よいしょ。どうすればいいかな。これを運んでいけばいいのかな。あ、違う。トランクケースの方か。運べる？これ。あ、押すしかダメなのかな。あ、でもこっちを持っていけばいいのか。水の上だから若干運べるけど、絶対これ、地面にあったら重いから運べないよね。うん、ここはでも、6の時とは、また違うエリアだから、あんまりなんだろう。裏側を見れるって感じだから、6の時には知れなかった。なんかよくわかんない意味資源。あれ？女の子いなくない？なんで懐中電灯だけ落ちてるの？これ女の子の懐中電灯じゃないの？どういうことなんでしょうか？切れるね。6の時とは違うから、またなんか、ああ、手形がついてる。あれ？こっから運ばれたってこと？血？これじゃあ。やばいな。あ、やっぱいるし。うわぁ、襲われたのかな、あの女の子じゃ。まあ、さっきから言ってますけど、6とかは、6の時とはまた違うステージだから。うわぁ、いるいるいる。なんかまた裏側を知れるかもしれないですね。あぶね。まあ、6の時もなんかよくわからない終わり方でしたからね。よいしょ。あぶねえ。何なんだろう、これ。水中をなんか優雅に動くところを見るとほんと昼っぽいけどね。よいしょ。なんかすごい声がするぞ。声というか音がするね。おお、あぶね。また水か。何なんだろう、これは。こっちが登っていくとか。でもないしな。よいしょ。でもなんか夢の中では水の中から襲われたから、もしかして、やばいのかな、水の中って。どうなんでしょうか。あの奥行きそうだな、下水道の穴の奥。ちょっと行ってみましょうか。いやー、でも絶対汚いよね、こういうのって。目とかに入ったらなんか炎症起こしそうな気がしますね。こっちの奥行けない？行けないのか。ただの寄り道でしたね。じゃあそこを登って先に進みましょう。いや、ドキドキしますね。あれ、登れない。よし。また水の中。今回はあれなのかな？なんか、水が舞台なのかな？よいしょ。デプスとか言うぐらいですからね。夢も水の夢でしたし。うわぁ。うか。ん？水が動いた。やべ、なんか来てない？なんか来てる、なんか来てる。やばいやばい。やばい、なんか来てる、なんか来てる。危ねえ。なんか来てた、今。危ない、なんか住んでんのか。この下は何もないのか。え、降りるの、これ。よいしょ。うわぁ、なんか。あ。ダメか。近づいたらなんか、開くのかなと思ったけど。さっきの昼か、じゃあ。まあ、昼なのかどうかわかんないですけど。
でも、こいつらってなんであの、あそこに詰まってんの？どうすればいいのだろうか、これは。落ちたはいいけど、どうすればいいの、これ。なんか物投げるとか。よいしょ。そういう感じ？そういう感じね。オッケー。一旦この上乗って、やばい、来るな。危ねえ。うわぁ、あの野郎、俺が投げた。くそ、俺が投げた缶のせいで微妙に引っかかって。くぅ。難しいね、やっぱり。よいしょ。まあ、もしかして難しいと思うのは俺のプレイスキルの問題なんでしょうけどね。こっから投げればなんか、角度つければ微妙に。で、こっちにおびき寄せといて、こう、円を描くように、うわぁ、あいつ、危ねえ。ぐるっと行けばなんとか。なんか、男の子だよね、じゃあ多分。まあ、キッドっていう名前だから男の子っぽいんだけどさ。この子は？なんの音もしない。今一瞬なんかノーム？あの小人の音がしたよね。キシキシっていう。うわ、ふっか。またあっち行くのか。今度はなんか綺麗そうな水ですね。青みがかっているというか。さっきのなんか茶色っぽい泥の混じったような色でしたけど。うーわ、なんだここは。ほんとこの施設よくわかんないですね。なんもできない。こっちから引っ張るとか。なんもできねえ。これ登れたりする？登れるね。でも登ったところで何もな、あれか。ジャンプしてあれを持つ。おお、ついたついた。これでなんか押せるの。おお、できたできた。水が流れたね。それであの先が進めるようになるっていうことか。ここにトイレットペーパーとかあるっていうことは。ここに来る人もいるんでしょうね。まあ扉があるから。どういう部屋なんだろう。水を管理する部屋なのかな？よし、行こう。うわ、なんかまた濁ったなぁ。もしかして光の関係かな？濁ったり、綺麗に見えたりするのは。よし、じゃあこの先登って。今んとこ特になんか追われたりとかそういう、これを剥がすんじゃないの？あれ？違うの？こっちかな？やっぱり。また水の中がいそうだな。でもさっきのやつは違う水槽にいたから。危ない。何がいるんだ？なんか夢の中だと掴まれてましたけど。やばい。危ない。なんか掴まれましたね。水中に潜んでいるのか。何者だ、あれは。ダッシュというか、急いで行った方がいいのか。これミスったかも、ちょっと。どうしよう。あっちの木箱に行った方がいいかな。そして、こうやって、どうしよう。あっちか。急げ。危ねえ、ギリギリ。危ねえ、なんか今、なんか、ストレス溜まったみたいにこづいたな。で、ドラム缶の上に乗って、
で、あっち。え、ちょっと待って、近くない？近くない？近くない？あぶねえ。え？で、うわ、また小突いた。どうすんの？これは、あっち側に行けばいいのか。ジャンプできるかな？でもあっちもなんかありそうだな。うわ、危ねえ。やばい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 。やばいやばい。よし。これで、ここの上に登って、あっぶねえ。こっちでいいのかな？これは、どうすんの？うわ、来た来た来た、やばい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 。ああ、だよね。あれに捕まればいいのかな、じゃあ。いや、違うな。これで、ここに登ってから、こっちか。で、これを回せばいいのだ。いいのだってなんだ。いいんだね。よし。ああ、うわ、なんか、人の手みたいなのが、ついてないこれ。あ、上げすぎた、これ。あ、ぽいね、上げすぎたね、これ。あ、違う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 、やばい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 、間違えた。あぶねえ。ちょっと上げすぎたな、あれは。こっち行って、下げようか。このぐらい？よし。うわぁ、何が詰まってんだ、これ。よし。これで振り子みたいにして、あっち側に飛び移ると。よいしょ。で、あっちまで行くのか。これなんだろう？魚の尻尾？投げてみようか。よいしょ。意味あんの？あ、あれで投げておとりにするってこと？うわ、なんか、すげえなんか手が長い人みたいな。あの管理人さんみたいななんか感じだな。親戚かなんかかな。あれを投げて、その間に、こっち行けば。間に合う。うわうわ、早い早い早い。ちょっと待って、早い早い。アップのめっちゃ早いな、あいつ。うわ、靴落ちてる。あ、上にいるわけじゃないか。なんだな、この部屋は。こっち側は行けないのか、特に。これも開かないし。どうすればいい？あ、あれを登ればいいのか。よいしょ。これで、この板を倒すと。よいしょ。これでこっち側に来れる。お、なんか、久しぶりに扉を見ましたね。登れない。どういうことだ、これ。これ？なんかここにある。何もないだと。どうすんだ、これ。あ、こういうこと？ああ、なるほどね。じゃあ、もう一回戻ればいいのか。で、あれからジャンプしていくっていうことか。ああ、ミスった。やばいな。難しいな、これ。あ、別に落ちなくても、この状態で行けばいいのか。うわ、なんかまっすぐ飛ぶのが難しいな。おー、それだ。オッケー。お、こっち来れた。危ねえ。また水の中落ちるわけにはいかないからな。こうすると？あ、水位が下がった。なんだこれは。なんか縛られてるな。浮かないようにしてるな。水の中で生活するような奴がいたのか。あ、やっちまった。うわ、めっちゃ飛び跳ねちゃった。ああ、もう一度か。
この部屋、誰か住んでたのかな？もしかしてあの水の中にいたやつとか。可能性はあるよね。よいしょ。はい。じゃあまあ、本日はこの辺で終了したいと思います。なんか、6の場面について色々と謎が深まってきますが、果たしてこれが DLC 終わった後には解消されるのか、気になるところですが、本日はこの辺で終了いたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。またね。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。概要欄には Twitter のリンクも貼っておりますので、こちらもフォローしていただけると幸いです。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。